8月29か。はい。まあ、ここまで終わりましたね。まあ、一応ね、まあ、若干斜めってねえかっていうのは、ちょっとまあ、廃墟としてやって、じゃあ、今度は家側の方だけ、ちょっとあの、単管を立てていこうと思います。まあ、そのためにちょっとここ、まあ、片付けっかっていう感じで、まあ、雑にやっていきますね。どうも、イゾログです。で、今回はですね、まあ、これ夏場の、まあ、一番の山場、単管カーポート作りですね。はい、ね、まあ、パッと見た感じ、単管ちょっと高いんで、3メーター10だと、ちょっと高い、長いな。なんで、だいたいそうだな、L 字のつなぎくらいは、ちょっと切ろうかなって思いますね。はい、ですね、今回この動画で、まあ、なかなか単管パイプができてきた感じですね。まあまあまあ地中に埋められた方がよっぽど安定したんですけど、それができないっていうのがちょっと今回はこの単管パイプどうなのっていう感じでしたね。やっぱり埋めないと不安ですよね。はいはい、今ちょっとペンキを塗る前、ペンキを塗って乾くまでに、まあ、ちょっと足場だけを決めてしまいます。で、3メートル10が長いんで、いやどうしようかなという感じですね。で、多分切りたくはないけど、まあ、切らなくちゃいけないかなという感じになってきてます。で、個人的に思うんだけど、あっちはね L 字でバチッと合わせてるんだけど、こっちはあの自在でやってます。で、これ自在とか L 字を買っちゃったんだけど、最初の YouTube 見て、どっちの方が強度高いんだろうね。多分自在じゃなくて、自在とかさ、直行のクランプよりかはちゃんと材料で支えるんだったら、 L 字クランプでは、 L 字クランプで鉄骨を組んでちゃんと手あの単管パイプで支えることにした方がいいかなと個人的には思ってるんですよね。もっとあの切る手間が多くなっちゃうけど、なんでかって言ったら、あそこのね自在クランプだったら、なんだろう、ボルトの締め付けで材の重さっていうかね、支えてるような感じだから、それってどうなのとは、個人的には思ってます。まあ、ぶっちゃけどうなんだろうねこれ。まあ、まず後ろ側ですね、奥側、納屋側から作っていこうと思ってます。でも、まあ納屋側は後でやるとして、先にあの納屋側から一直線で単管パイプをこの玄関まで取ってこなくちゃいけないんで、まあ、まずはあの玄関側で合わせました。何を合わせるかって言ったら直線ですね。で、一応もうセメントで、この家の玄関のとこにある、コンクリートともうくっつけちゃうと思うんですよね。で、かなり重くして。なわけで、まずは直線を糸で合わせるっていうことからやってます。でも、まあ、合わないんですよね。多少の歪みもまあいいやっていう感じで。まあ、おおよそのまっすぐと、あと単管パイプのジョイントですね。まあ、それが合わさればいいやぐらいでやってます。で、そして玄関のところに、屋根を作ること、これがすごい急務で、まあ最初の方にですね、脚立のてっぺんがあったところら辺は、実はですね、玄関の屋根であり、で、その玄関の屋根っていうのが家の屋根よりも出っ張ってるんですね。で、この屋根の構造って絶対ぶっ壊れるんですよ。なんでかって言ったら屋根雪がその玄関のちっちゃい屋根に絶対落ちるんですね。だからそれはちょっと避けたかったんで、早く、ここの単管パイプの屋根を、それ作りたかったんですよね。そうですね。とりあえずね、どこ基準でやろうかと思ったら、これ真ん中基準でいきますわ。もうとりあえず、ここを固定しちゃいますね。で、ここ固定して、こけないようにしてしまってから、まあ、あっちの左右を決めていこうかなと思います。はい、何が邪魔かって、この室外機邪魔ないんで、まあ多分来年の春一旦室外機取るから、
それを考慮するとあんまり鉄筋の強度を、鉄筋を本数で言うと強度を出せないんよね。だからまあちょっとこの3本でいいかなって思います。まあここら辺が一番雪が落ちてきて潰れるところなんで、ね、去年も潰れてたし、なんでまあちょっとこれ乾くまで様子見っすね。はい、ね、どうもですね、まあ、これに色を塗ってる間に、あれだけ乾かしてる間にちょっとこの足もまあこういい感じで乾いたんで、まあ、簡単合わせてみましょうか。はい、でまあさっき石で山積みにしてあったとこがあれ通風口なんですよね。まあ一応簡単作りとは関係ないんですけど、あれがちょっと重要で、今僕が住んでるこの町っていうのはなんかね野良猫多いんですよ。でもね、野良猫のくせしてね、なかなか綺麗な猫が多いんですね。で、なんでかって言ったら、こういう空き家とか、こういう竹古に住んでる人たちの家の床下にもう猫住んでるんですよ。で、そのなんで床下に入るかって言ったら、昔のね、家の床下の通風口か。あ、そう、なんか日本語おかしいけど、床下に入る通風口、金具なんですよ。金具の格子っていうか、網っていうか。で、そういうものが、もう、長年、朽ちてくるんですよね。築年数とともに。で、なので、その朽ちたやつが、あれ、落ちちゃうんですよ。ポロって、ある一つね。だから、その落ちちゃうと、もう猫だったら、まあ、余裕で入れる、出方なんで、もうそこから猫は出入りしていますね。で、実際その出入りしてるのを見てます、僕は。あ、だから、ああやって、猫が、冬越したりしてんだなっていうのは思ったところですね。面白いぐらいね、気づいてないですもん。猫に住まれてる人たちの家見ると。あと猫対策ですね。まあ、冬はさすがにいないんで、猫屋敷になってるともこれまたやってらんないですよ。で、多分猫が住んでたんですよね。まあ何回かちょいちょい動画言ってましたけど、屋根裏の時かな、お風呂っていうのは断熱材がいっぱいちゃんときっちり施してあるから、ものすごい暖かいんですよね。で、断熱材ってウールなんで、前使ってたマグロールってやつかな、そんな感じのウールの断熱材が、浴室の天井ってめちゃくちゃあるんですよ。だからそこに多分根っこがあってのは余裕で冬が越せるぐらい暖かいんですよね。まあ、大体人が住んでなくて浴室を使わなくて温まったんですけど、猫が住んでたんで、なんか猫の糞でしょうね。床じゃないや、天井登った時にそれは気づいたんで、多分相当暖かいんですよ、断熱材が。だからまあそういうことも考慮しながら、まあ、とにかく猫対策なんですよ。本当に猫が多いし、で猫がもう本当にね、最初の頃はスル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 家の敷地内に入ってました。で、なんか知らないけど、よく俺と目が合うなんか猫がいるんですよね。なんだこいつと思ってて、堂々と人に出入りしていたりしたし、で、ある日突然じゃないか、ある日納屋のあたりですげえうろうろしてる猫いたんですね。で、何やってんだろうなと思ったら、多分前の主の猫じゃないですか。浴室の天井裏でね、寝泊まりしてた、多分猫でしょうね。だからまあ、俺の縄張りなくなったみたいな感じで、呆然としてたんじゃないですかね。まあ、それはさておき、この短観なんですけど、冬、どうなんだろうなって感じですね。冬が暴風雨って。まあ、基本的には雪の量は、ここは比較的、ない地域になります。で雪国で、この間ね、飲み屋行って、雪の量とか聞いたんだけれども、まあ、大体に何年か1回は、ものすごい量が降るらしくて、たまたま去年がそういう年だったそうです。で、基本的に、海辺っていうのは風が強いんで、吹っ飛ぶんですね、積もらなくて。だから、あんまり積もんないんですよ。むしろ、そういうところは、ブラックアイスバーンに気をつけなくちゃいけないから、ちょっと違うんだそうですよ。
ってて風が強いと凍っちゃうからね、体感速度が低くて。で、こっちはそれなりに風が弱まってはくるんですが、まだ強い部類なんで、そんなに、屋根の雪下ろしをしなくちゃいけないくらい、雪が、なんだろう、降るは降るけど積もんないらしいですね。はいはい、いや、終わらないな。予想外に、予想外なこととして、いや、ダメだな。ポールが立たない。で、なんかポールを立て、一人で立てないんだったら、一本ポール決めちゃって、そこを、なんか支点とか起点にして、倒れないようにもたれかけさせるっていうか、筋交いを入れながら立てないとダメだ。立たねえよ。一日やっても立たないもん。まあ、一応ここできるとこまでやって終わりかなって感じです。まああとはですね、まあ、この動画で手前に転がってるのはあれか、防腐剤に行ったタルキですね。でこの後このタルキを、渡します。建物側から、工場側にね、なんだろう、ラグビーのトライをするあの H 型のポールみたいな感じになってますけど、まあ、これを渡します。で、これで屋根トタムを屋根にしています。で、なんかね、もっとこうポールではなく、あ、ポールじゃないや、単管を横に、もうちょい入れて、トタンはね、トタンっていうかタルキは単管に対してね、垂直で横に入れたかったっていうのが本音ですね。じゃないと単管で支えた上で、タルキに負荷がかかると一番折れにくいし、多分破壊されると思うんですよね。屋根雪が硬くて重たいからドーンと落ちてくる。まあそれぐらいですよね。今一応折れても大丈夫ですね。一応折れてもコストパフォーマンス的には1万2000円ぐらいかな、軽くのよ。疲れたんで、もう、まあ、大丈夫な感じにはしてます。いや、何が疲れたって思っていた通りにはならんで、足場をどう固定するかよ。角度は間違ってないけど、屋根の方がひしゃげてたっていうことに今気づいた。で、多分この屋根もね、無理くり伸ばしたんだと思う。なんでかって言ったら、本来の基礎、あそこの基礎は、これ台所の窓だけど、台所の、窓と平行に行ってるわけよ。でも台所が前に出ちゃってるから、それを、多分ね、単管パイプを刺して、なんだろう、足台かな、単管パイプのあれで支えてるんだけど、多分その分屋根を前出したんだね、無理くり。だからあそこなんかつなぎ目っぽくて脆いから、まあそこをどうしようかな、逆であげようかな。冬場多分あそこの雪は滑ってぶっ壊れてるから、多分また来ると思う。だからまあ分かんないけど、まあその時はその時でどうにかしますわ。いやー、でもね、ここまで来ると感動してますよね。勝手に今自分の姿見て自分で感動してる、まあ、ひたっきりなナルシストなんですけどね。今一人でやりきるってなかなかいいと思います。まあ話は変わり、10月20日までプレオープンです。まあ見学希望の方はツイッターから DM ください。バイバイ。